大変長らくお待たせしております。ありがとうございます。どうもありがとうございました。はい、ですね、私ども東京から参りました舞踏集団大ラクダ館でございます。3年ぶりにまた金粉賞を披露させていただきます。そうですね、今日はお面の説明からさせていただきます。頭の上にかけてるの分かりますでしょうか。これうちの、故郷の宮崎のちょっと小鳥のお面がモチーフになっててですよ。なんか皆さん故郷がご無沙汰だっていうような方もこの中にはいるんじゃないでしょうか。今日はそのような思いも込めて故郷への思い、皆さんの思い、本当にそれも含めて楽しんでいただけたらと思っております。はい、どうぞよろしくお願いいたします。では、はい、メンバー紹介と参ります。まずは関西から上京して早3年、生まれはここ名古屋であります谷口美佐子。皆さんおはようございます、美佐子です。2日目張り切っていきます、よろしくお願いします。はい、続きまして昨年清水の舞台から飛び降りる覚悟で小劇場から舞踏の世界へとやってまいりました、石井絵里香。おはようございます。お酢の皆様盛り上がってますか。イエーイ。朝一発目ですけれども元気にやっていきたいと思います、よろしくお願いします。続きまして普段は穏やか踊ると大胆期待の新星椿の真央。真央、皆さんおはようございます。椿の真央と言います。大須で初舞台を踏ませていただきます。私の踊りでいいなと思うところがありましたら真央と大きな声で言っていただけると大変嬉しいです。皆様の応援とたくさんの投げ銭よろしくお願いします。ちっちゃな体で軽々と踊ってみせるアイナカップ、サイモン優馬でございます。ありがとうございます。今日も頑張りますのでお楽しみください。では、最後までどうぞThank you.
ます。皆様よろしくお願いいたします。